八王子市議会は、東京都八王子市の議会である。議会運営委員会のほか、常任委員会は4つ、特別委員会が4つ設置されている。このほか、毎年3月定例会では、予算等審査特別委員会が、9月定例会では、決算審査特別委員会が設置される。2019年4月21日執行当日、有権者数、 46万1054人最終、投票率44.89%定数40人、立候補者数50人、クロス隆一市長の実定が社長を務める建設会社、クロス建設が2005年度から3年連続で市の発注土木工事件数、被待が共に1位になったことや、八王子市立第7中学校の体育館改築工事の 落札率が談合の可能性が高いとされる95%を超過する99.2%であったことなどを受けて2008年6月、反市長色の強い議員、共産、ネット、社民、民主会派内無所属、革新系無所属の各一人の計10人が八王子市政治倫理条例の制定を目指す議員の会を結成した。議員の会が制定を目指していた。 政治倫理条例の内容は、市長、議員の親族が経営する企業などが、市の請負い工事への請負いその他の契約を辞退、自粛するという規定を設けるというものだった。その後、旧自民系会派の二人、市長選で対抗候補を支援した民主党一人が会に参加し13人になった。なお、 政治倫理条例案については2009年3月の議会で市政与党の自民、公明会派が議員の会の提案した条例案よりも制限が緩い対案を提案し可決された。議員の会は政治倫理条例の成立をもって同年4月30日に解散した。ありがとうございます。